1000人突破ありがとうございます、突破したらなんかライブができるというんですが、そのやり方が分かりません。なんか CM も入るってんですが、その CM の請求もよく分かりません。とりあえず、面白い、動画を上げていこうと思います。私の大好きな時代劇です。これはエジガイグループが誕生日祝いに買ってくれた台灯でございます。これは私が自腹で買った脇差しでございます。時代劇大好きで、もう通行人でもいいんで出させていただきたいと思います。切られ役が僕は好きな、悪役が好きなんです。悪役のいい人みんな亡くなっちゃって、この間亀石誠一郎さんも亡くなって、小峰隆二さん、から福本清三さんも亡くなってしまいました。まだ元気なのは片岡五郎さん、堀田新蔵さん、森庄司さんぐらいかな。深井正樹さんはどうしたんでしょう。菅勘太郎さん、河合信夫さん、神田隆さん、それから井上昌文さん、藤岡重慶さん、いい人はね、浜田明さん、落語を家電車で教えてて、候補名が全然覚えられないですよね。浜田明さんにね、なんで役者やってんのに覚えられないんですかって、役者さんはこう動きで覚えてるんだって。だから落語を座ってやるから、候補名の最初だけしか覚えてないというね、あれだけの名優でさえね。浜田さんお元気で年賀状のやり取りもしております。内田和正さんも亡くなってしまいました。本当にね残念ですが、浜田さんにはその方々の分までお元気でいていただきたいと思います。なんで後ろへ下がっていくの後ろへなんで下がっていくのよ。切ってほしいのかい。ああ本当にやりたいのね。まあそんな感じでよろしゅうございますか。よろしゅうございます。これからもはないんですか。これからもはないんですか。これからも1000人突破しましたが、まだまだ続けてまいりますので、よろしくお願いします。皆さんに楽しんでいただければ、また全国の方に楽しんでいただければいいかなと思っております。よろしくお願いします。はい、通行人で結構。ちょっと、もう一回、はい、もう一回、もう一回、はい。通行人でも結構ですんで、うずまさ行きたいなと思ってます。京都を大好き人間で、できれば京都に住みたいなと思ってるんで。よろしくお願いします。ありがとうございました。しばちゃん、ちょっとそっち引っ張ってくれ。どうなって抜けなくなったのよ。ちょっと。いや、そんな、ってやって抜けない。よし、引っ張ってよ。よいしょ。ちょっと待って。抜けた。木刀じゃねえ。もう普通に回ってますから。